思いのおいです。この動画では Google のスプレッドシートで、プルダウンリストを作成する際した際の、リストですね、リストの追加をするのは、簡単にやる方法があるので、そのやり方をちょっとやってみたいと思います。まずこの表があって、このヤフオク、ここに、ヤフオクのいろんなアカウントがいくつかあって、その中から選択するいうプルダウンリストを作ってみたいと思います。まず下準備として、リストっていう、リストを、格納するシートを作りたいと思います。まずこれをリストっていうシートを作ります。これは、先ほどのこちらと同じシートに、余白があればそこに入れても構わないので、これで、ここにプルダウンリストの中に入れたい、リストを作っていきます。こんな感じで、作ります。で、あともう一個作っておきます。こんな感じで別シートで作ると、いくつかの、リストを、まとめて、このリストシートで作るっていうのもできるので、この使い方をすると便利だと思います。で、ここで、リストの管理ができるので、いいかと思います。これでこんな感じで作って、今回は、このヤフオクのこのリストを、先ほどのヤフオクのこちらに反映するやり方をやっていきたいと思います。そしたらまず、こちらを、プルダウンリストを作りたい場所を反映してします。これで、指定されている状態で、このデータの入力規則、これをクリックします。で、これがプルダウンリストの設定画面になるので、これの範囲は、確認して OK であれば、ここですね、次条件、ここが、条件の指定の方法になります。それで今回はこのリストを範囲で指定っていうのをクリックします。で、空白なので、この状態でここですね、この四角マークをクリックするとこんな感じになるので、この状態で先ほど作成したこのリストのシート、これをクリックします。で、このヤフオクのリストに、反映したい範囲をこのヤフオクのここを、選択します。で、今回は、追加されるのを、見越して余分に範囲指定をしておきます。こんな感じで範囲指定しておきます。で、この状態で OK をします。で、あとこの下、ここは、プルダウンリストの表示のやり方とか、あと警告文のどうするかというのになるので、今回はこのままでいきます。この辺はお好みで、設定変更して大丈夫です。これチェック外すと、プルダウンリストの三角マークというのが消えた状態になります。この警告、これどちらか、こういう形で、選択できるので、これで今回はこの状態で設定します。で、これで保存をクリックします。これでプルダウンリストの設定は完了になります。ちょっと見に行きます。これで、三角窓が出てるので、これをクリックします。すると先ほどの、設定したリストが出てるので、これから選択という形になります。あとこれに、このアカウント今3つなんですけど、これまだ4つ5つ増やしたい場合は、普通の場合でしたら、普通っていうかもう1個の、違う動画でプルダウンリストの作成方法っていうのをやってるんですけど、そちらではそのやり方ではこちらですね、1個ここに用意してるので、こちらもプルダウンリストあるんですけども、この作り方っていうのがまた違ってます。そしたらこれ、選択した状態で、増やしたい場合はここですね、データで入力規則で、これは直接で、ここに、リスト、ここに作成、記入してるんですけど、増やしたい場合はここに、ヤフオク4とあるんですけど、これでも、増やすことができます。こんな感じですね。これでも増やせるんですけど、今回はこちらの、リストで、これに増やしたい場合はこのリスト、ここですね、この、はい、これで、ここに、今これヤフオク1から3まで、これが、プルダウンに設定されてるんですけど、増やしたい場合はここですね、この下に付け足していきます。こ
これで、もう先ほどのプルダウンリストに、反映されていってますので、こんな感じで2つ付け足していきます。これで、こちらまた見に行っています。これで、簡単に、F445 と反映されているのがわかると思います。こんな感じで、リストっていう、ここに、例えばこれ、こっちをやった場合は、この下にまた増やした場合ですね。これどんどん増やしていっても、自動で、このとこに、反映されていくという形になります。なので、もしこれ、こっちの方に、空白あれば、こっちに入れてやっても構わないと思います。それとか、なんかのリストで、どんどん増えていく場合も、そのリストを指定して、例えばこんなとこの、こういうとこを指定して、プルダウンに持ってきてっていうのもできるので、このやり方を知ってると、便利は便利だと思います。例えば、これで、これちらの方で変更しようと思うと、このツールでやるので、ここですね、ここで入れていくので、ちょっと手間は手間だと思いますので、よかったらこの方法も覚えてやってみたらいいと思います。この動画は以上になります。この動画がためになったと思ったら、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。